はい、こんにちは。作曲家の近藤くわるです。本日のテーマはですね、アコースティックギター弾きがですね、演奏中に、いつも困る、転調した時に、結構ね、困ることが多いと思うんですけど、そんな時に使える小物の紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、アコギはですね、開放弦がやっぱり、しっかり鳴らした方が気持ちよく音も鳴ってくれるので、 G とか C とかね、E とか A とか、その辺のキーを使って演奏すること多いんですけども、楽曲によってはキーが B フラットとか A フラットとか、そんなようなね、キーがあって、そういう時はね、制覇に支配された演奏になってしまって、それはそれでね、魅力がある音が作れるんですけども、どうしてもね、弾き語りとかやってる人はローコード、開放弦が多いローコードを使いたいと思うことが多いんですけども、 J-POP なんかよく演奏していると、最後のサビでね、ちょっと半音転調が入ったりとか、1音、全音転調が入ったりとかして、いきなり難しくなってしまうなんてことがね、よくあると思うんですけども、そんな時に使える小物として今日ご紹介するのがローリングカポというものですね。ローリングカポ、カポというのはですね、皆さんキーを変えるときにね、ここに挟む洗濯バサミ形式なものでよく使用されていると思いますが、これはですね、ローリングカポというもので、ここにローラーがついていてですね、ちょっと一回はめてみます。一回こうやってはめてしまうと、そうするとこの裏にね、先ほどお伝えしたローラーがここにあると思うんですけど、これをこう動かして、フレットを自在に移動するというね、そんなカポです。例を出して紹介すると、キーが B の曲を演奏するときにカポ2にして A で弾きましょう。なんていうことはよく発想的にあると思います。カポ4にして G で弾くなんてこともあると思うんですけども、カポ2でね、 A で例えば弾いたとき、最後のサビで、よく、みたいな構成って、あると思うんですね。この時にせっかくローコード A とか E とかで、弾いていたのに、いきなり B フラットのポジションになって、少し制覇がいっぱい出てくるっていうのがね、これがちょっと最後の盛り上げでもっと開放的に広げていきたいのに、逆にこうタイトな感じになってしまうっていうので、少しこうもどかしい思いをすることが、あると思うんですね。その時にこのローリング加工を使います。例えば曲でいくと、で行くときに、みたいな最後の半拍一拍とかでグッと音が止まるところでうまくローリングで移動させるみたいなことを、やったりします。今はギター1本なんで他の楽器が鳴ってないので、すごくこうやり方的にこうシビアな感じになりますが、ちょっとねバンドとか他の楽器がいる時だったら、こう白玉で伸ばしてる時に他の楽器が鳴ってる時にこう変えてもらってもいいと思うし、そんなね、うまくやれば活用できるローリングカポですけども、デメリットもやっぱりあって、デメリットはこうローリングして移動させるので、チューニングはね、弦が引っ張られることによってチューニングがちょっと、微妙に曖昧になってしまうというところが少し気になるなと思います。本当にギター1本でこう指弾きでやったりしてる時とかだと少し分かってしまうかなと思うので、ストロークでね、こうバンドでガーンとみんなになっている時とかにこう利用するみたいな、そんな感じがいいのかなと思います。ぜひね、シンガーソングライターの方とか、バンドの中で弾くギタリストの人とかで、試してみるといいと思います。1個持っておくといいと思いますね。だから僕はライブに行く時に普通のカポとこのカポ両方とも持っていって、自分の袖に置いといて、曲によってこのカポが使えるような曲はこのカポを使って、普通のカポの方がいい時は普通のカポを使ったりとかっていうことをしています。
ぜひこのグライダーのローリング加工ですね、使用してみてください。本日の話は以上となります。ありがとうございました。